イムより2023年全日本カート選手権 OK 部門第2戦暫定表彰を行います。それではご登壇いただきましょう。見事優勝、カーナンバー95番 SPS 川口綿谷弘明選手、おめでとうございます。続いて第2位、カーナンバー11番高木プランニング落合レオン選手、おめでとうございます。第3位は繰り上がりでカーナンバー18番フォーミュラブルーエッフェガーラ五十嵐文太郎選手、おめでとうございます。どうぞご登壇ください。ではダンロップのウィナーズキャップをかぶっていただきまして3選手登壇です。それではまずはじめに上村誠二大会組織委員長より日本自動車連盟の盾が贈られます。綿谷選手、金色の盾です。おめでとうございます。続きまして第2位、諦めない走りでした落合レオン選手、おめでとうございます。そして第3位、運も実力のうちです、五十嵐文太郎選手、第3位おめでとうございます。続いて茂木町賞をご紹介いたしましょう。ご協賛をいただいております茂木町様よりバウム工房ゆずの木フロランタンが3選手に贈られます。続きましてダンロップ賞でございます。タイヤサプライヤーであります住友ゴム工業株式会社後ろ雑魚様より優勝ドライバーにダンロップ賞のボードが贈呈されます。賞金は10万円です。おめでとうございます。また1位から3位の選手には副賞が贈られます。それでは記念撮影です。3選手ちょっとだけ中央へ寄ってください。はい、はい、行きます。綿谷陣営に泣いてるって聞いたら、泣いてないけどこれでやっとやめられるというようなことをおっしゃってました。やめないで、やめないでください。今年これでね、ますます楽しみになってまいりました。これからも続いていきます。 OK、 皆さんどうぞご注目ください。改めて第2戦優勝、綿谷弘明選手、第2位落合レオン選手、第3位五十嵐文太郎選手でした。おめでとうございました。